みんな大好きラーメン山岡屋。その味に初めて出会ったのは今年の3月。辛いもん好きの僕は初めての山岡屋でウルトラ激辛ラーメンを食し、その後やっぱり辛さに目が行き、辛味噌ラーメン、そして辛味噌つけ麺と。しかし山岡屋で人気のある商品は特製味噌ラーメンなんだって。視聴者の方からもコメント来ちゃったよ。そう、今回は脱辛いラーメン特製味噌を食します。さあ、今回伺った店舗はラーメン山岡屋千葉鎌ヶ谷店。新鎌ヶ谷駅から徒歩10分ぐらいの場所に位置します。駅からの道中イオンがあったり、幹線道路のそばに店舗があったり、結構にぎやかな場所なんですね。さあ、今回食べる特製味噌ラーメン、初対面です。どうですか、一度会いたかった特製味噌、そのスープの色、黄金色、綺麗な色してるじゃないですか。さあ、そのスープの上にはほうれん草、そしてトッピングでメンマつけました。さらにさらに白髪ネギがあって、チャーシュー、さあ海苔もありますよ。もう今まで見てきた辛味噌、やっぱ辛いから赤い色、今回もうほんと美しいの色が。さあ、そんな美しい色のスープ飲んでみます。いただきます。すると、あら、ちょっと待って、はあはあはあ、こういう感じね。うん、ちょっともっぱい飲んでみよう。うん、あー、はいはいはい、あ、まろやか。何、そしてこの甘み、味噌の塩分というよりもね、深みのある甘みがうわっと口の中を襲ってくるんです。なんだこのスープは。これか、みんな虜になるスープは。さあ、麺いきます。麺は固めで注文しました。さあ、その麺いただきます。ちょっとね、一度で箸で掴む量間違えちゃったかな、多すぎたかな、欲張りすぎたかなって感じで運ぶと、あれ、なんか今日食べる麺美味しい気がするんです。うん、店舗によって麺違うとかそういうのないと思うんでね、まあ勘違いかな。でもすんごく美味しく感じんの。さあ、これスープ上からかけちゃいます。これ僕名付けます、湯かけ食い。さあ、いただきます。するとどうなの、もうスープがより一層麺に絡みついて、うん、さらに味噌の甘みがドカーンとくる。いいでしょこの湯かけ食いね。さあ、スープ癖になるんです。一口飲むとやめられない、止まらない。もうどうすんだよ、手がね勝手に動いちゃうの。もう誰か止めてくれ状態ですよ。いや、うまいわこの特製味噌のまろやかさ。さあ、トッピングを食べてみましょう。まずは海苔と麺一緒に食べます。まあ、この山岡屋の海苔ほんと美味しいの。なんかね、磯の香りもふわっと口の中で広がるし、何よりスープにずっと使っててもね、ドロドロに溶けないというね。でもちゃんとスープを吸い取ってくれる、いい仕事するんですこの海苔。この野郎いい仕事すんじゃねえか。そんな海苔と麺食べた後、やっぱりスープ欲しくなっちゃう。もうこれね、中毒性があるスープですよ。さあ、続いてはチャーシューを食べます。そう、山岡屋のチャーシュー甘みがあってね、そこまで見た目ほど肉肉しさがない、うん、僕の好きなタイプのチャーシューなんです。さあ、食べます。どうなの、うん、なんかね、今まで食べてきたチャーシューよりもホロホロ加減がね、ちょっと強めにあるっていうね、ホロホロさがありますよ。さあ、勘違いかな、たまたまその部位が出てきたのかな。そう、このね、ラードの部分ね、これね、体にちょっと悪いかもしんないんだけど、チャーシューこの部分美味しいのよ。さあ、そんなチャーシュー食べると口の中から水分が持ってかれた気がして、やっぱりスープいっちゃう。そっからのトッピング追加のメンマいきます。このね、ラーメンとメンマって相性がいいと思うんですよね。僕ついつい頼んじゃうんだこれね。さあ、そんなメンマ食べた後、やっぱり麺というね、スープ、トッピング、麺、このローテーションどうなの。そして湯かけからの食います。いやー、本当に幸せ。
美味しいよ。さあそんな美味しい特製味噌ラーメン、味変します。さあ卓上に並べられたスパイス、みんなは何かけんの？僕は豆板醤、それからニンニクをかけます。まあ人によってはここから胡椒を入れたりラー油かけたりする人ねいると思うんですけれども、まあ僕はシンプルにもう特製味噌なんでね、豆板醤、そしてちょっとね、気持ち程度のニンニク入れてみます。でガチャガチャガチャぐちぐちよって全部混ぜない、ちょっとずつじんわり混ざっていくようにね、優しく箸で掴んで麺揚げすると、そこに流れる綺麗な特製味噌のスープ、まるで庭園に流れる滝を見るのようでしょ。すごいよこれ。さあどうなの味は。味変したよ。もうやっぱりね、豆板醤の味、そしてニンニクの味がねやっぱりふわっって口の中に広がるんですね。でそこに本来ある特製味噌の甘み、これがねうわーって後から追ってくる、そういう感じ。もうやっぱり味変しても左手に持ったレンゲ、これ止まらないんですね。もう誰か止めてよ、調子乗っちゃうよ。さあ続いて麺、メンマ、チャーシュー、もうバクバクバクと、今度右手に持った箸が止まらないんです。いやーこの味、感動の涙かあるいは汗なのか。さあ続いてはみんな大好きライスアレンジやりますということで、半ライス注文しました。さあ器の中に残っていた海苔やチャーシュー、メンマなど、さあ次々と半ライスへお引っ越しです。引っ越しが済んだら飾り付けしましょう。豆板醤とお酢をかけて、さあ完成、ライスアレンジ。どうだ、抹茶茶だぞ。そこにスープをかけていただきます。わあいいね、ご飯にスープが染み込んでるよ。しかも今日は特製味噌のスープだよ。さあどうなの。チャーシューも入ってたよ。このチャーシューの甘み、スープの甘みで、ちょっとピリッと豆板醤の辛み、いいじゃない、スタミナ飯だよこれ。さあそんなご飯食べるとやっぱり欲しくなるのがお前の存在、特製味噌。どうなのこの黄金色のスープ、もう見てるだけで美しい、そして食すと納得なんです。いやーもうわしづかみにされたよこのスープ。どうすんの、俺のハートをキャッチされちゃったよ。いやーうまい。さあ今度は海苔と一緒に食べます。ご飯と海苔、通常だったら醤油つけて食べると思うんです。でも今回は特製味噌のスープに下下につけたやつ、そこに豆板醤がちょっと乗ってるっていうね、もう美味しいに決まってんじゃん。本当にもうなんだ、誰だこのスープ考えたの。ちょっとこのスープ持ち帰りできないのかね。本当ポットでも持ってたら持って帰ってやろうと思ったんだけど、いや本当うまい、もう大満足よ特製味噌。さあ今回出会った特製味噌ラーメン、甘みが特徴的、そしてアレンジ飯も美味しくできました。いや納得です。特馬食べ終えたら雨が降ってくるわ、日が暮れてきたわというね、特製味噌。もうこの雨がいっそのこと特製味噌だったらいいのにっていう、そのぐらい美味しかったです。あ、なるほどね、みんなこれ好きなんだね、みんな上位に押すんだね、この特製味噌の甘み、これが引きつけるんだ、癖になるんだっていうね、そういう感じに僕は、思いました。はい、鎌ヶ谷の街に特製味噌の雨が降る、まあそんな気持ちで帰ります。それでは最後に一言言いかせてください。山岡屋のラーメンで心を豊かに、楽しかったでしょう。登録